して、まあ、移籍も正式に決まったという発表もありましたが、はい、監督交代ですよね、一つ大きなね。そうですね、まあ、今日もスタメンが5人変わってますし、はい、まあ、北に新監督が、ゴールキーパーパクイルギュ、フォーバック右から原田、山崎、木村、坂井谷、ゴールキーパーが西川、フォーバック右から石原、井上、ホイブラーテン、大畑、中盤の底にグスタフソン、その前に安井と渡辺がいまして、前線は右。まずは前半のキックオフです。今浦和は早速ですが、グスタフ今日は、まあ、トップの位置でプレー、より得点も期待されている新田ですが、ここはショートコーナー戻して変化を加えて渡辺から奥折り返して、そしてホイブラーテンもいる、右足の最後シュート、これは外れてしまいました。渡辺がクロスを入れていきましたが、さあここはシンプルに入れてくるか、渡辺からのボール、奥折り返して、リングッとグスタフソン、最後ただよく川原、福田からの浮き球のボール、奈良原いる、これセカンドトース、おー、坂井谷出てきた、坂井谷、西川よく触った、いやナイスキーパーですね、はい、坂井谷のシュート。さあ中原さん、前半は0対0ですが、感想をお願いいたします。まあ、前半の最初の頃はこうトスの方がビルドアップから相手陣内でプレーする回数非常に多くて、はい、どんな戦いするかですね。そうですね、まあ、だけど結果を出し続けることによって評価を上げるのと、やっぱ自信を持って臨めると思うので、やはりまずは結果、はい、結果出したいですよね、はい、持てば何か起こしてくれるマルセロ・ヒアンですが、奈良原だ、今度は奈良原からヒアン、あー入れてた、ヒノー、これも決定的でしたが、ヒノの右足はまたも、いやー、これは先に触ってきました。渡辺龍馬のフィニッシュはわずかに、大久保だ、大久保ドリブルでここまで運んだ、さあ大久保からいいところ見ていた、これが右足にいった、いやー新田のフィニッシュでしたが、こう前を向いて仕掛けられるオンザボールの時はやっぱ彼の良さってところ迫力で出たと思いますし、うん、ただ浦和もしっかり寄せる、原田ここはうまい崩しになるか、中原、いやいい形で奪って、今度は一気に松尾、スピードがある松尾、一気に振りくる、エリア中村入ってきた、松尾だ、松尾仕上げ切るか、松尾スピードテクニックゴールまで仕上げました、松尾です。いや恐るべしこのスピード、そして最後の決定力、松尾、いや素晴らしいですね。まあ、ここで、まあ、中原のボールを奪った後コントロール原田、さあここはもうヒアンにちょっと走ってもらおうというアバウトなボールですが、ヒアン、あっとヒアンだ、これはペナルティキックでしょう、西川思わず手が出てしまった、レッドです。これはもうちょっと浦和としては、まあ、今のは中井さん、西川のプレーですよね。そうですね、まあ、ここ西川が悪いわけじゃないですね、ちょっとやっぱ井上が不注意でしたね。この井上のバックパス、はい、どうしてもここはやっぱ西川からすると止めに入ってしまうと思うので、少しかすめたようではありましたが、決め切りました、これで1対1、北に新監督にとっての初得点ということになります、1対1です。ヒアンを追っていく、お、ジャジャシグマだ、あ、ヒアンが前を取った、これチャンスになるか、ヒアンだ、マーセル、ヒアン家から止めた、ジャジャシルバー、ジャジャシルバーって最後ジャジャシルバーの、いやー、ヒアン決定機でした。そうですね、ナイスキーパーですね、ニエカ、さあ松尾今度はパクイル、いやー松尾でビッグチャンスでしたが、いやーそうですね、惜しかったですね。ホイブラーテンで今試合終了の笛です。1対1の結果、引き分け勝ち点1を分け合うという結末に終わっています。